躍動する明治、近代日本の幕開け。慶応戦乱、大政奉還によって江戸時代は終わりを告げました。翌年には新政府の基本方針を定めた五箇条の御誓文が発せられ、元号が明治と改められました。明治前半の日本は大日本帝国憲法の制定や平等条約の改正をはじめ、欧米諸国を模範とした国内の近代化が進められました。そして海外の技術に学びながら、郵便、鉄道、ガス灯などが整備されました。また人々の生活は日本髪から洋髪へ、和服から洋服へと予想に大きく変化していきました。明治5年9月12日、明治天皇ご臨席のもと、新橋、横浜、両停車場で鉄道開業式が行われました。動力区間は当時29km、所要時間は53分でした。これは開業当時に書かれたとされる図面です。近代日本の幕開けとなりました。